リササグ賞8月10日から1932年10月10日は日本統治時代の朝鮮のテロリスト独立運動家。日本に渡った後、大韓民国臨時政府がある上海に渡り、肝心愛国団団員となった。1932年、緊急の命を受けて昭和天皇の暗殺を試みて、 桜田門事件を起こしたが、襲撃は失敗し大逆罪となって死刑に処された。日本名は木下正造。韓国では独立運動家、義士とされている。大韓帝国時代の朝鮮の半寸二つ山で、李沈休の次男として生まれた。兄は李のり安。富山と実るでは、成果は軽気道水原に先祖伝来の土地を持っていた中流農家であったが、 日本の鉄道不設圏で鉄道が開通された際に土地収容されて貧窮し、形状府に出てきたとされているが、事件後の予診調書で、リササグマサ本人は、これとは異なる説明をし、彼の父は先祖の財産に頼らず建築業と運送業で自力で財を成した新興資本家であったという。いずれにしても、はじめ裕福な家庭で育った。大正4年。 慶城府西基調私立、文章学校卒。父は本妻である母を捨てて私と暮らした異病を、わずらったり詐欺被害に遭ったりして、家は急激に某落。く、経済的理由で進学できず、卒業すると整形のために働くことを余儀なくされた。慶城府元町二丁目にあった日本人経営の菓子店である和田衛生堂の店員となり、大正6年まで勤務するが、 この間にマラリアを患い、以後、季節の変わり目などには、後遺症の関節炎に修正悩まされた。ついで、日本人薬剤師が経営する辰山区観光通りの村田薬局に転職。翌年辞めた。大正8年、朝鮮総督府鉄道の鉄道長に妊婦として就職。後に、転鉄手となり、創車が仮見習いに昇進したが、後者である同社では、 外知人労働者と内知人労働者の間の差別が、顕著で、賃金や待遇などの格差に次第にやる気を失い、酒と賭博で身を崩して4、500円の借金を抱えた。ちょうどこの頃、朝鮮半島では3.1運動が起こっていたが、李は全く参加しておらず、後の与診調書でも、国選弁護士、山口貞正の質問に青年期には、公日独立運動には、 関心がなかったと答えている。大正13年4月、退職金で借金を返済するために、関節縁が歩けないほど悪化したとの嘘の申告をして、立山駅奏車課を退職した。同年11月、兄と一緒に大阪に渡り、知り合った藤畑という日本人が、朝鮮人派出府を所望していると聞いて、名乗り現人を紹介し、往復の旅費のために、 給与の借り払い金をもらって帰国。母を説得して、許可を得ると、翌大正14年、銀人を連れて、大阪に戻って、藤畑に引き渡した。李は日本で職を探すことにしたが、職案職員に、お前の朝鮮名は発音しづらいと言われたことから、日本名、木下正蔵を名乗るようになったという。大正15年2月、大阪のガス会社に任職として就職。 しかし9月に活気になって、東成区の大阪慈恵病院に入院し、村田薬局店員の時に隣に住んでいた、知人、西、増次郎の兵庫県にある自宅で居候して静養。翌年5月に大阪に戻って仕事に復帰しようとしたが、病欠中に解雇されていて拒まれたために、不当で、日雇いの沖中市などをする。その後、 食を転々とするが、健康上の問題で、なかなか定食にはつけなかった。昭和3年11月、同じ下宿先の妊婦仲間、山住という朝鮮出身者及び、前田正治の3人で、即位の礼を見物して、昭和天皇のご尊願を仰ぎたいと京都に行ったが、ハングルと漢文の混ざった手紙を持っていたというだけの理由で、京都府警特効下に予防検索され、 11日観光地所に入れられた。長書によると、日本名を名乗り日本人と同じように振る舞っても、朝鮮人扱いされる差別に憤激したといい、この件がその後の犯行に至るきっかけとなったと主張している。昭和4年2月末頃、妊婦仲間の本間茂の紹介で、大阪市東成区、鶴橋町の石鹸卸売商山野鹿之助の会社に就職したが、 9月頃に、集金した一問目分の代金100円を解体して、東京に逃亡した。中央区の職案で紹介された東京市京橋区の坂口という魚卸商に就職したが、仕事に嫌気がさし、友人宅に寝泊まりしたり、吉原遊郭に入り浸ったりして、に、三日寮にも帰らなかったので出席され、すぐに職を辞めた。それから、旧軍の職業紹介所の助けで、 本職の大木カバン店に就職して営業員となり、昭和5年7月から11月までの4ヶ月間仕事をしたが、売上金240円を使い込み、そのまま仕事に来なくなって、東京を去った。肝心愛国団で、独立のために敵国の司会を屠殺すると明約し、殺人、テロを予告した、リササグマサの宣言文。1 9三十年十二月、新規一転すべく、 中華民国上海市に渡った。鉄工所営商講師で職工となったり、ビン区の蓄音機店で営業員として働くが、賃金が安いと言って、すぐに辞めてしまった。就職が思い通りに行かないときに、同地の韓国人より、上海市内に大韓民国臨時政府の長者があると聞き、昭和6年1月、所在地を訪問。 ちょうどこの年に結成されたばかりの漢字愛国団の秘密会議が行われており、下駄吐きと日本人風のいでたちで日本語を流暢に喋るり、笹熊さは日本の密定だと警戒されて追い出されたが、後日潜入する工作員には持ってこいだということで逆に緊急にスカウトされる。しかし周囲はしばらく蘇生のよくわからぬりを疑い、園籍を設けて酒に酔わせ、 本音を引き出そうとした。よって大言相互したりは昭和天皇を処断すべきだなどと口走り、自分は天皇のそばまで行ったことがあり、その時は武器を持っていなかったからできなかったが容易にできたと熱っぽく語ったため、それならばと後日計画が立ち上げられた際に暗殺計画を実行する役目が理に与えられた。12月12日、理は 高日テロ組織艦人愛国団に正式に入党した。緊急より支度金として300ドル、武器として手榴弾が渡され、12月17日、日川丸に乗船して土日し、12月19日20時、兵庫県神戸市に到着する。その後大阪に入り、大阪市内の木賃宿に泊まる。12月22日に、東海道本線の超特急つばめ号で上京し、 東京市浅草区松,松清市町の大有や旅館に宿泊する。しかしこの間に酒と漁食にふけり、資金を使い果たしてしまったので、上海に電報でさらに100円を送金してもらった。ひたすら実行の機会を伺っていたところ、12月28日付の東京朝日新聞の記事により、昭和7年1月8日、東京市外泳ぎ連平場において、 陸軍士官兵式が挙行されることを知り、天皇の行行があると分かって、この日に結婚することを計画した。昭和7年1月8日、犯行の前々日に、バス運転手、菅原九五郎から偶然入手した、憲兵総長、大場前警の名刺を使って、官兵式の警戒網を2回突破した。赤坂付近で襲撃する予定が、待っている間に、付近の一つ、木食堂で、 日本酒を飲んでいて、ロボをやり過ごしてしまい、リは慌てて、円卓を呼び止めて三宅坂の陸軍参謀本部前で降り、そこから走って、警視庁正門まで行って法廃者の列に混ざったという、次第であった。リは、どの御両馬車に天皇が乗車しているかを知らなかった。第一両目をやり過ごしてしまい、一聞き得くる内大臣が乗車する、第二両目に、手榴弾を投げつけた。 実際には、昭和天皇は、第三両目の五両馬車に乗車しており、手榴弾は、その32メートルも、前方で炸裂したが、威力が弱く、何事もなかったように通過。天皇は車内にあって、音を聞いた程度だった。後に、第二両目の馬車には、破片で小さな穴が開いてることが見つかり、非常随伴していた、この駅兵一人と、 その乗馬と車馬車場の馬2頭が負傷していたことが分かった。李はその場で逮捕され、襲撃は失敗に終わった。同年9月30日、大審院にて退逆罪として死刑判決が下り、10月10日に市ヶ谷刑務所にて処刑された。三義士の一人として検証される、李笹熊佐の墓、高正公園、2004年撮影暗殺は完全に失敗であったとはいえ、 日本では犬飼内閣が当日辞表を提出して、総辞職を表明したほど衝撃が走り、翌9日に昭和天皇の遺留により撤回されるなど、社会に大きな動揺を与えた。中国では、緊急の大韓民国臨時政府が上海で活動していたことから、現地新聞が事件を好意的に報道して、日中関係を悪化させ、第一次上海事変の原因となった。 4月にも、その上海で、尹法吉のテロ事件が起こったため、朝鮮人の独立運動を力で抑えよという、世論が強まった。戦後の昭和21年、遺骨はイ、尹法吉と、同じく、在日朝鮮人が発掘した後、ソウル市において、国民葬が行われた。大韓民国では、独立参議士の一人とされた。昭和37年、リソサグマサは、 大韓民国政府から建国勲章大統領賞を追伸された。平成4年には没後60年を記念する百音切手が発行され、絵柄に採用された。韓国の小学校歴史教科書では、義士として称える記述が1ページあり、独立記念館で検証されているほか、大韓民国指定史跡第330号、高政公園にも像と墓が建てられている。 この公園は平成11年4月16日に奉還した小沢一郎が表敬訪問し、リササグマサが祀られた独立参議志望に参拝した。韓国ではリササグマサイシシ記念事業会が定期的に追母式を行っており、 平成24年の80周年にも白本記念館で記念式典が行われたが、李昭弘大統領による天皇謝罪要求の直後であったためにほとんど報道されなかった。2019年、李笹サ,サグマサが1931年に書いた肝人愛国団に入団する先生文などが韓国で文化財に指定された。ありがとうございます。